今月15日、マンハッタンにあるニューヨーク日系人会の会館には、大盛りの九州の郷土料理に焼酎、九州出身者が中心になって行われた熊本・大分九州地震復興支援イベントです。今日はこのイベントの様子をお届けします。先月、熊本県で2度にわたって震度7を観測した熊本地震。熊本県と大分県で大きな被害を出し、余震は今も続いています。1ヶ月以上が経過してなお多くの人が不便な生活を強いられる、そんな故郷を遠く離れたニューヨークからも支援しようと、九州の県人会などが集まって九州の会を結成。ニューヨーク日系人会と共同でこのイベントを開催しました。自分ができることって何かなって思ったら、もうすぐそれはもう義援金を集めることって思ったし、そういう思いを持っていらっしゃるニューヨークの方たくさんいらっしゃると思ったので、声をかけたら九州の人たちが集まってくださって、みんなのふるさとへの思いで出来上がったと思います。九州の味って本当に家庭的な、家庭で作る味なので、レストランではほとんど味わえないような味です。ですので、それを皆さんに九州の家庭に行ったみたいに召し上がっていただきたかった。こんな形で、ね、支援できるんだったら最高だなと思って、あと九州の美味しいものを感じたりとか飲んだりとか、みんなのこう支援する気持ちとかを、ね、実際に感じられて。I think it's fantastic. I think we enjoy the food and I feel like I can help a little bit this way, you know, for people there. 九州の美味しいものを食べ、みんな一緒になって九州を盛り上げようというこのイベント。振る舞われたふるさと自慢の料理は、九州の各県人会の人たちが何日も前から準備したものです。豪華商品が当たるラッフルやサイレントオークションのほか、復興支援に一肌脱ごうと集まったアーティストたちのチャリティーコンサートも。日米で認められた実力派ぞろいの演奏に会場は聞き入っていました。何かできることがあればと思って探していたんですよ、何かできることを。その時に声かけていただいたので、もうすぐに本当に2つ返事でやりますっていう風に。温かい雰囲気で、もう本当はこの雰囲気ごとパッケージして、ね、震災のあったところに九州の皆さんにお届けできたらなと。手作りの温かみを感じさせるものになったこのイベント。九州出身者のふるさとへの思いと参加者の何かできないかという思いが混ざり合い、会場には不思議な一体感も生まれていました。イベントはこの日2回行われ、参加者は合わせて210人。集まった3万7000ドルを超える義援金は全額被災地に送られるということです。ニューヨーク日系人会では引き続き復興支援の寄付金を受け付けています。詳しくはご覧のウェブサイトでご確認ください。